サミュエル・オーガスタス・ナン・ジュニア、サミュエル・オーガスタス・ナン・ジュニア、1938年9月8日隊は、アメリカ合衆国の政治家、法律家。現在は、核共イニシアティブの共同議長及び、最高経営責任者を務める。1972年から97年まで、民主党のジョージア州選出上院議員として24年間職を、務める。 2004年アメリカ合衆国大統領選挙では、ジョン・ケリーの伴走候補者に名前が登った。現在はバラク・オバマ大統領の非公式アドバイザーでもある。ナンはジョージア州、メーコンに生まれる。近くのペリーで成長した。ナンの父親は会議員のカール・ビンソンの外政であった。ナンはイーグルスカウトであり。 アメリカ合衆国ボーイスカウトよりディスティングイッシュとイングルスカウトアワードを受賞している。高校では際立った運動選手でバスケットボール部のキャプテンを務めた。1956年ジョージア工科大学に入学する。同校ではファイ・デルタシータに加わった。翌年エモリー大学に転籍し、1960年に学位を授与された。1962年には エモリー大学法科学校からの学位を受ける。アメリカ沿岸警備隊に加わり現役勤務した後、6年間沿岸警備隊、予備役として勤務し、短期間議会職員として勤務した。ナンはペリーに戻り弁護士を開業し、自宅の農場を経営した。その後、ペリー証拠会議所の回答となる。1989年、ナンが1964年に酒酔い運転で事故を、 起こしたことが伝えられた。このレポートは元上院議員のジョン・タワーが国防長官候補として挙げられた際の公聴会で報告された。ナンはタワーが因子問題があるとしてタワーの国防長官就任に反対していた。ありがとうございます。